ガラス繊維、CFRP 製形用炭素、繊維繊維強化プラスチック、または FRP とはエポキシ樹脂やフェノール樹脂などにガラス繊維や炭素繊維などの繊維を複合して強度を向上させた強化プラスチックである。成形された CFRP 製品ドライカーボンの使用例プラスチックは軽量で加工が容易であるが断成率が低く。 構造用材料としては適していない。そこで、ガラス繊維のように、弾性率の高い材料と複合すれば、軽量で強度の高い、つまり、非強度の大きな材料として用いることができる。強化剤として、ガラス繊維を用いた GFRP のほか炭素繊維を用いた CFRP も用途が広がっている。他にも、強度の高いケブラー、ダイニマなどの樹脂繊維で強化したアフプ。 KFRP、DFRP DF もある。安価、軽量で、耐久性が良く、整形、穴開け等の加工も、比較的容易なことから、小型船舶の船体や、自動車、鉄道車両の内外装、ユニットバスや浄化層などの住宅設備機器で、大きな地位を占めている。繊維の複合方法には大きく2種類ある。細かく切断した繊維を均一にまぶす方法と、繊維に、 方向性を持たせたままプラスチックに浸潤させる方法とがそれで、ガラス繊維は前者、炭素繊維は後者の方法が取られることが多い。ただし、繊維の方向の引っ張りには強いが、繊維と直角方向の引っ張りには弱く、通常は板状の繊維の層を繊維方向が異なるように複数枚重ねることが行われる。このような単純な積層では、 創動紙の接着強度の不足が問題となるため、繊維相関を縫うステッチングや、繊維そのものの三次元化といった手法が開発されている。FRP は、過疎製剤と非過疎製剤の利点を組み合わせて、実用材として用いる点において、鉄筋コンクリートと同様である。こうした複合材料において、強化される側の部材を母材と称される。 FRP のマトリックスとしては、一般に、不法はポリエステル等の熱硬化性樹脂を使用することが多い。エポキシ樹脂、ポリアミド樹脂、フェノール樹脂を使用する場合もある。メチルメタアクリレートなどの熱化素性樹脂を用いた、繊維強化熱化素性プラスチックもある。成形方法としては、型に繊維骨材を敷き、硬化剤を混合した樹脂を脱げ合わしながら、多重積層していく。 ハンドレイアップ法やスプレーアップ法のほか、あらかじめ骨材と樹脂を混合したシート状のものを金型で圧縮成形する SMC プレス法、インジェクション成形のように繊維を敷き詰めた合わせ型に樹脂を注入する RTM 法、オートクレーブで熱硬化性樹脂を硬化させて成形する方法がある。また、近年ではオートクレーブを使用しない脱オートクレーブ、成形法も普及しつつある。 ガラス繊維強化プラスチック比較的安価で電波透過性に優れるガラス調繊維マット強化熱可塑性プラスチックガラスの一種で強度に優れ自動車部品などに使用される炭素繊維強化プラスチックアルミニウム合金の代替材料として使用されるボロン繊維強化プラスチック強度対弾丸性が大きく軍事兵器などによく使用されるアラミド繊維強化 プラスチックアラミド繊維による強化で、耐衝撃性に優れる。ケブラー繊維強化プラスチック、KFRP、ケベラーファイバー、リーニャホストプラスチックアラミド繊維の一種のデュポン社の、ケブラーによる強化で、耐衝撃性に優れる。第2マ繊維強化、プラスチック第2マによる、強化プラスチックで高強度、熱伝導性にも優れる。ザイロン強化、 プラスチック材料による強化プラスチックで極めて高い強度と難燃性がある。液晶ポリマー射出成形でき、再利用できる。WPC、WPRC 射出及び押し出し成形ができ、再利用できる。ありがとうございます。